この脱走防止用の柵ですけれどもですね、今作業を進めてはいるんですけれども、この1枚の柵がですね結構な重量です。この重量を片側だけを止めて、これですね、突っ張り棒と呼んでいますが、これに、重量を、かけるのはちょっと無理かなと思います。そこで、この下の部分ですね、ここに、キャスターをつけようということを考えました。そもそも下にこう張った状態で開け閉めをすればいいかなと。またホームセンターに行くことになります。はい、毎日ですね、一度部屋の中がきれいになって、また、段ボールをいくつか開くと部屋が大変なことになります。ちらりこんなですね、そしてこんな感じですね。クロケンの作業場はこんなことになっています。ジャン君、危険のないように配慮しながら、荷物を解いたりしています。そこにですね、動画の作成もそうですけれども、仕事が来てしまったりしてですね、ちょっと今バタバタしているところですね。そしてジャン君はとても甘えん坊です。ジェン君、ポンちゃん、ポンちゃんもおいで。ポンちゃんおいで。はい、来た。ポンちゃんの甘えん坊です。ねえ、ポンちゃん、ポンちゃんもおいで。ジャン君甘えてますよ。おいで、ポンちゃん。今日はですね、カインズホーム、ホームセンターに買い物に朝10時過ぎに行って、お昼を過ぎて帰るに帰れなくなって、生放送が1時間ちょっと遅れました。はい、ジャン君、ジャン君。皆さんごめんなさい。どうもですね、生放送のメンバーの方が、どうしたんだろう、どうしたんだろうと、どこで話し合ってるのかな、どこかのチャットルームで、話し合っていたそうです。ご近所に住むですねメンバーの方が、ちょっと見に行こうかしらみたいなことまで話は展開し、そしてほどなくして1時間ちょっと過ぎた頃に放送が始まって、なんだということになったそうです。すいませんでした。そしてジャン君があまりに甘えるので、マオイママはいつもなんか相手をしている間に時間がどん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 過ぎていくようですよ。そうなんです。
朝も一番で甘えるみたいですよ、この人は。朝一番甘えんぼさんでね。で、夜もね。うん、今ですね、ホームセンターになぜ行っているかというと、ジャン君たちの、柵ですね、廊下部分に柵を今作るにあたって、ちょっと甘く考えていた部分があったのを修正するために、そうですね、だいぶ重量のある柵なので、柵っていうかこう、よく台所や、なんかに使う白いこう格子状のやつですね、あれの巨大なのを持っているんですが、高さ180センチ、横は多分40センチぐらい、もうちょっと50センチぐらいあるかな。それがかなりな重量です。で、柱に突っ張り棒みたいな柱のようなものがあるんですが、それに接続してですね、使おうと思ったところやっぱり倒れそうなんですよね、ということで下にキャスターをつけることにしました。でキャスターをあの網状のものにつけるのはいかがなもんでしょうかということで、ホームセンターの店員さんと、ああだこうだと話し合い、それらしいものを持って買ってきました。つくかどうかちょっと分かりません、などなどですね、そういうことを今繰り返しています。それをするにあたって、まずは荷物を、どんどん減らすということも同時にしているため、現在カメラアングルがほぼ動かないこの状態なのは周りを見せられないからです。また荷物の山になってしまいました。はい、ジャン君。ジャン君が可愛い顔をしているので、時間をつないでいます。はい、ジャン君、夜になりました。今日はですね、ホームセンターに行って、バタバタして、そして生放送をやって、その後、仕事をやったりなんかしていました。生放送の、メンバーのご近所さんが、いろんなお野菜などね届けてくれたりしてありがとう、うんさんということですね、そして、もうそろそろですね、仕事もそんなに進んではいないんですが、ぼちぼち眠くなってきています。今日買ったいろんなものをですね、明日、まあ家の中にね設置したりしますが、ジャン君の、柵ですね、廊下まではその柵を設置すると出ることが可能になります。どうしようかね、果たしてうまくいくのかというレベルですけれども、明日ちょっと頑張ってみようかなと思っています。それではジャン君、なんだか汚い感じに周りになってますけど、おやすみなさい。そしてポンちゃんは特におやすみ中。